吉橋は、日本の男性プロレスラー。愛知県は愛知軍統合町出身。新日本プロレス所属。本名及び旧リングネームは、吉橋信夫。血液型大型。レスリングに打ち込み、闘魂ショップ名古屋店閉設の闘魂ジム入門。その後、プロレスラーを目指すことを志し、アニマル浜口ジムにて、プロレスの基礎を学ぶ。2005年11月。 高楽園ホールで行われた新日本プロレス入門テストを受けたが不合格。その後、4月に行われた高田道場主催のサブミッションレスリング大会に出場し大会優秀選手に選ばれた。2007年2月に開催された新日本プロレスの入門テストを受けて合格を果たし新日本に入団する。若手時代海外遠征。 編集2008年7月6日、ニュージャパントリルコ楽園ホール大会にてダークマッチの大礼試合で内藤哲也を相手にデビューを果たす。2009年12月2日、金本浩二とのタッグでジャドゲド下道組と対戦。この試合でパートナーの金本が放ったミドルキックが原因で下道が脳震盪を起こし、レフェリーストップ勝ちを収める。これに伴い、 ゲドーは以後のシリーズを欠場することとなり、IWGP ジュニアタッグ王座へ挑戦することが急遽決定した。12月4日、金本とのタッグで IWGP ジュニアタッグ王座を保持するアポロ55に挑戦。最後は田口からピンホール負けを喫し、王座ダッシュとはならなかった。2010年5月30日、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアに初出場を果たす。 アキラから勝利を収める活躍を見せるも勢いに乗ることはできず、1勝6敗という戦績で終わる。6月13日、シリーズ最終戦にて、無期限海外遠征のため、メキシコに飛び立つことを表明した。現地、CMLL では、顔にペイントを入れたヒールレスラーとして活動。2011年7月より、ルーシュと構想を繰り広げ、8月1日のアレナプエブラ、 大会にて、壁ジェラコントラ壁ジェラ戦に臨むが、敗戦しまる坊主となった。同年12月、修行期間を終えて帰国した。帰国後のインタビューにて、吉橋は、俺をメキシコに追いやって、見捨てた会社を見返してやる。と語り、階級をジュニアヘビー級からヘビー級へ転校することを宣言し、ヒールユニット、カオスの一員として活動することを明言した。 外戦帰国、編集2012年1月4日、リングネームをヨシハシに改名し、レッスルキングダム6にて外戦帰国試合を行い、ヨシハシと同じく海外遠征から帰国した岡田和地家とシングルマッチで対戦するも、レインメーカーでピンホール負けを喫した。4月1日、ニュージャパンカップに初出場を果たし、1回戦でラ、ソンブラと対戦したが敗戦した。 2015年3月その後は長らく低迷時期が続き、ジョバーに徹してきたが2014年9月6日、ロードツーディストラクション後楽園ホール大会にてカオス VS バレットクラブのイリミネーションマッチに出場し、最後に生き残った高橋博士二郎にスワントーンボームでピンフォール勝ちを収め、カオスの勝利に貢献した。試合後に高橋が保持するネバー無差別救王座へ、 挑戦表明をすると、直後に、岡田が、吉橋とのタッグで、カール・アンダーソン&、ドク・ギャローズ組が保持する、IWGP タッグ王座に挑戦を表明した。同月21日、ディストラクション・イン・神戸にて、岡田とのタッグで、IWGP タッグ王座を保持するアンダーソン&、ギャローズ組に挑戦した。試合終盤、ギャローズにスワントーンボムを浴びせて、フォールに移行するも、 高橋のカウント妨害に遭い、最後はマジックキラーでギャローズからピンホール負けを喫した。翌々23日、ディストラクションインをか山にて、高橋の保持するネバー王座に挑戦したが、マイアミ社員でピンホール負けを喫し、王座ダッシュとはならなかった。2016年、編集4月よりカオスは、ロースインゴーバーナブルズでジャポンと交想を開始した。 吉橋もその過中に身を投じることとなり、かつて吉橋と共に2005年に行われた新日本プロレスの入門テストを共に挑んだ間柄のサナダを標的に定めた。6月19日、ドミニオン6.19イン大阪、ジョーホールにて、石井智弘とのタッグでサナダ武士組と対戦。吉橋はこの試合で、サナダにバタフライロックを極めてギブアップ勝ちを収め、 対 LIJ 戦において初めて自らの手で勝利を収めた。7月、再三にわたって出場アピールを行ってきた G1、クライマックスに初出場を果たす。その初戦で、バレットクラブのリーダーであるケニー・オメガと対戦。吉橋はこの試合で本邦初公開となった、審議・カルマで、オメガからピンフォール勝ちを収め大金星を挙げた。9月22日、 ディストラクションイン広島のメインイベントに登場した。東京ドーム IWGP ヘビー級王座、朝鮮権利賞を保持する G1 覇者のオメガから逆指名を受ける形で対戦したが、最後はオメガの変欲の天使でピンフォール負けを喫した。9月25日、ディストラクションイン神戸にて、岡田ジャド下道とのカルテットで、丸富士聖堂矢野ー 原田大輔小峠厚仕組と対戦した。自ら原田からピンフォール勝ちを収めると試合後に丸藤、矢野に詰め寄り、両名が保持する GHC タッグ王座に挑戦することをアピールした。後日、同王座への挑戦が決定した。10月8日、プロレスリング、ノア主催のオータムナビグ2016後楽園、ホール大会にて、吉橋は岡田とのタックで、 GHC タック王座を保持する丸藤矢野組と対戦したが、最後は丸藤からピンフォール負けを喫して王座ダッシュとはならなかった。2017年、編集2017年3月1月4日、レッスルキングダム11にて、ジャドー、ウィル・オス・プレート組んで、ネバー6人、タック選手権に出場し4チームによるガントレット戦に挑むが、初戦のバレットクラブ戦で敗戦した。 6月11日、大阪城ホールで行われたネバー無差別級選手権。試合ランバージャックデスマッチで、鈴木みなると、後藤博大木が対戦。試合中に、鈴木が後藤を突き飛ばして、先見レフェリーと衝突させた直後に、セコンドガリングへ乱入して、後藤を暴行した。だが、吉橋がそれを蹴散らし、さらに場外へのトペコンヒーローでまとめて押しつぶした。試合終了後にも、 鈴木たちが強盗を暴行していった。これに対して、吉橋は、ランニングエルボーで場外に転落させ、これで第、吉橋コールが起きると、鈴木は、花道で、マイクアピールを観光した。吉橋も、鈴木を走って追いかけるが、大地たちに阻まれてしまい、石井智博と矢野が、吉橋を押し戻した。6月26日。 高楽園ホールで行われた絆ロード2017の第7試合ネバー無差別級選手権試合において王者鈴木に挑戦。吉橋も善戦したが、最後は鈴木のごっち式、パイルドライバーで敗れた。2018年編集2月10日、内藤とスペシャルシングルマッチを行うも敗北。吉橋も長期メキシコ遠征に行くと思われたが行くことはなかった。 9月23日、神戸ワールド記念。後藤博士大木とのタッグでのエントリーだったか、今年は石井智博とのタッグでエントリー。結果は15戦11勝4敗、勝ち点22と好成績を残した。また、最終戦では、タマトンガタンガロアと対戦し、タンガを首固めで丸め込んで勝利。2020年、編集1月、レッスルキングダム14に出場。 ついたちめは8人タッグマッチ、2日目はネバー無差別級6人タッグ選手権、ガントレットマッチに石井智弘、ロブ、6月ニュージャパンカップ2022エントリー。1回戦で天山広吉、2回戦で武士に勝利し、2年連続準々決勝進出するもエビルにリング登壇直後に膝をパイプ椅子で攻撃され、 直後にスコーピオンデスロックで、レフェリーストップ負けを喫し敗退。8月、エビルの裏切りにより返上されたネバー無差別級6人、タック王座決定トーナメントに、後藤博大王石井智弘とエントリー。1回戦でマカがガタナ本間智明、田口隆介組、準決勝で、棚橋博士、イーブシコータ、マスターは戸組に勝利し、決勝戦にて、岡田和地下。 矢野2、諸組と対戦し、石井が所相手に垂直落下式、ブレインバスターで勝利し、第21代王者となる。この結果、新日本プロレス入門から約13年半、デビューから約12年でついに初タイトルを獲得した。9月、2年ぶりのエントリーとなった G1 クライマックス、30では B ブロックで参戦。結果は2勝7敗で、 ブロック再回答を大きく負け越したものの、棚橋博史やエビルを相手に好勝負を展開し、さらに B ブロック周活大会準優勝者のサナダから、大金星を挙げるなど検討した。カルマリストクラッチ式ハーフネルソンドライバー。2016年7月22日の G1、クライマックスで対戦したケニー・オメガ戦で、初公開。向かい合う、相手の右腕を、ハーフネルソンの体勢で捉え、 相手の左腕を相手の股間を通して、自らの左手で相手の手首を掴み取り、そのまま相手の体を前方回転させながら、宙に抱え上げ、開脚ジャンプした自らの股の間に、上下逆さまとなった相手をマットに叩きつける。マットサイダルが使用する、ヒアウィーゴードライバーと同型。技名は、ヨシハシが好きなロックバンド、バンプオブチキンの楽曲でもある、カルマから来ており、 そこから転じて、結果が伴う行為の意味。2020年からは、フルネルソンの体制から片方を解除して、リストクラッチするバージョンで決めている。サナダにバタフライロックを極める吉橋。バタフライロック長の正サが扱っていた、いわゆる羽織り固め。相手の攻撃に合わせて、腕を捉えて引き倒し、素早く移行して、極めていく方を得意としている。 2016年のニュージャパンカップ1回戦で、対戦した内藤戦で、初公開して以降、吉橋のフィニッシャーとして使用されるようになった。バタフライロック、改めバタフライロックで相手を捕獲した状態から、さらに自らの両手で、相手の右腕を4チキンウィングアームロックで捉え、首と右腕を同時に極める複合サブミッション。 初公開は2020年のニュージャパンカップ1回戦の天山広吉戦。熊殺し変形のオザンライトをボム。フィッシャーマンズスープレックスの体勢で相手の左足を抱え込みながら担ぎ上げ、右手のクラッチを解いて腰元を抱え、そのままシットダウンと同時に後頭部から垂直落下でマットに突き刺す変形のオザンライトボム。2018年。 G1 クライマックス公式戦におけるマイケル・エルガン戦にて初公開。バットエーボー貼る手逆水平チョップ試合を構成する上で多用される打撃技。ドロップキックエンズイギリスーパーキックスピンキック相手に片足を取らせながらその足を軸足にしつつ回転しながら相手の首元に蹴りを放っていく。勝ち上げしきラリアットサワンで放たれる。 レフトハンドラリアットを使用しており、腕を相手に打ちつけた瞬間にアッパー気味に大きく振り上げるのが特徴。同技をフィニッシャーとして使用している小島聡からは、密かに参考となる部分があると賞賛を受けている。コードブレーカー向かい合わせとなった相手の首に両手を回してジャンプして、両膝を折りたたみながら相手の顔の前に突き出す。その状態のまま、 背中からマットに着地して、相手の顔ないし、顎に両膝をめり込ませる。バッククラッカーかつての同門の先輩だった、中村信介が得意としていた技の一つで、中村が新日本を対談したのを機につなぎ技として、使用している。ヘッドハンター助走をつけて、相手の頭部を両手でキャッチし、前方回転しながら、背中からマットに着地しその勢いで後方へ倒れ込む。 相手の後頭部をマットに叩きつける。チンクラッシャーポピュラーな両膝着地式ではなく、自らが尻餅をつきながら、相手の顎に衝撃を与える。形としては、ジェフ・ハーディーが使用するものと同型。スライディング式、ダブルニーアタック座り込んだ相手に、両膝を正座のような状態で、スライディング式で顔面にアタックさせる。2019年のワールドタグリーグではよく見られた。 パワージャックパワーボムで叩きつけた相手の両足のクラッチを離さず、そのまま前方回転しながら、エビ固めで捉える。2018年以降、ジャックナイフではなく、シットダウン意識を使用している。チャクラム DDT プロレスリングの佐々木大介が開発した n w o r ネバーと同型の変形リバース DDT。オクラホマスタンピードの要領で担ぎ上げた相手の体を反転させて、 サイドに叩きつけ、後頭部から背中にかけて、ダメージを与える。ヘッドバスターブレーンバスターで担ぎ上げた相手を後方に着地させてから放つネックブリーカー。チェンジオブペースとして使用される。初期は、相手の首を抱えた手を一旦離して、自ら逆サイドへ360度回転しながら、サイド首を抱え直してから、相手の後頭部をマットに叩きつける方や、 ブリティッシュホールの要領で首をフックしたまま、相手を足から着地させて放つ方などが見られた。ヘッドクラッシャー背後から相手の頭部を両手でつかみ、尻餅をつきながら、自らの両足の間に相手の後頭部をマットに叩きつける。現在は使用されていない。ドラゴンスープレックス G1 クライマックス30から使用。ヨシハシの場合は、 少し斜めの体勢から投げっぱなし式で決める。ハーフハッチスープレックス新人時代における得意技。外戦帰国後では全く見かけられなくなった。スワントンボムトップコーナー上から仰向けになっている。相手の胴体に向かって空中で体を前方回転させて背中から落ちる。飛び技。独自の斜め回転と重心を加えるための低空飛行でオリジナリティを出している。 若手時代から外戦帰国後にかけてフィニッシャーとして用いられ、現在もつなぎ技として使用している。疲労当初は避けられることが多く、劣勢に陥り試合に敗れるきっかけを作ってしまうことが多々あった。また、初公開時においてトップロープに登った直後、セコンドについた中西学からお前何するんや、と声をかけられ、 その一言で緊張がほぐれたと後のインタビューで語っている。ヘッドシザーズ、ホイップドロップキック相手の体をリング内の肩に向けながらトップロープ状に吊るす形で設置し、助走をつけながら飛び上がり、相手の背中を打ち抜いていく方を得意としている。トッペスイシーがリング内から助走をつけ、トップロープとセカンドロープの間をくぐり抜けての場外にいる相手にぶつかっていく。 ヘビー級の選手にしては、珍しいエアリアルムーブの一つ。腕ひしぎ、逆十字がためハーフハッチで、ホールが取れなかった時、すぐ要体性を入れ替えて極めることもある。スリーパーホールド巨体レスラーとの試合の際によく使用する。また、その相手の背中に乗って、スリーパーを決めに行く場合もある。スクールボーイ丸め込んでからさらに自身が半回転し、 相手の上に乗っかる形で押さえ込む技。中川智香の120%スクールボーイと同型。首固め金庫時飛びつき十字固めの要領で回転させた相手の片足を取り抑え込む変形のエビ固め。ここぞという時の奥の手として使われることが多い。2018年2月14日沖縄大会で初披露。当時 IWGP タック王座のエビルから3。 カウントを奪った。また2019年6月9日大阪城ホール大会にて当時ブリティッシュヘビー級王者のザック・セーバー・ジュニアからもこの技で勝利している。天中入場時に持参してくる棒を手に持ってトップコーナー上に登り相手に向かって棒を叩きつける。ルール上反則義のためレフェリーのブラインドをついて繰り出される。カオスのヒール色が薄れ始めた頃から ほとんど使用されなくなった。天中通相手の背後に回り込み、棒を相手の首に引っ掛け、そのまま自らは尻餅をつきながら、後方に倒れ込み、相手を後頭部からマットに叩きつける。上記の理由と同じく現在はほとんど使用されない。後藤ごと、ハと後藤島大きの河津落とし吉野、ヘッドハンター。後藤ごとヘッドハンターをするのでこの名前がついた。 ガットバスターヨシが、ブレーンバスターで持ち上げて、ヨシと相手との背中同士が向き合っている状態で、後藤が相手の頭を持ったまま、ヨシと同時に、相手の頭を後藤の膝に叩きつけるヘッドショットとヘッドバスターの合体。寿司三昧後藤とヨシが相手をダブルタックルで倒して、長座の状態の相手に後藤が蹴り、ヨシのドロップキック、そして後藤がヨシを、 相手の上に投げ、最後に、はい,い、と両手を広げて、掛け声をする。合体。由来は相手をマグロに見立てて調理するイメージから、名付けられた。2018年からは、他のカオスメンバーとタッグを組んだ際も連携攻撃と、共に、はい、い、のポーズを一緒に行うようになり、他人数のタッグマッチでは、カオスメンバーが皆で一緒に、はい,い、 のポーズを決める光景がたびたび見られる。なお、シングルマッチではこのアピールは行わない。ジャイやゴ藤が、ブレインバスターで相手を持ち上げ、相手の足をヨシの肩にかけて、ヨシが、相手の足を高く持ち上げて、裏、GTR の要領で、相手の頭を膝と腕でプレスする、必殺技。名前の由来は秘密となっている。ジャイはゴトが、GTR の体勢に、相手の首を持ち、 吉が、相手の足を持って同時に、マットに落とす、合体。落とす前に、せーの、と掛け声を入れる。2020年11月から使用。外戦帰国後のテーマ曲。2012年1月現在まで使用。作曲者はイボーラ。新人時代のテーマ曲。新日本プロレスパートナーは、石井智弘&、後藤博大木パートナーは、石井智弘&、 後藤博士を置きい、ありがとうございます。